敵艦隊の全滅を確認。航路確保しました。やれやれ、これで最後だろうな。トランスバール星系に到着してからこれで何度目の戦闘だ。私たちが白き月を脱出するときよりも格段に無人艦の数が増えているのは確かですね。あの黒き月がポコポコ作り出していったんだろうな。まったく手間かけさせやがって。けどさ、本船の方に残ってるのって昔戦った駆逐艦や巡洋艦クラスの無人艦ばかりで大したことなかったわね。おまけに戦法も単調でしたし、私たちと戦った際のデータはこちらの無人艦隊には反映されていなかったみたいですわね。だからって油断するんじゃないよ。まだ後ろからエオニア軍の本体と黒き月が追いかけてきてることには変わりないんだから。おそらく一両日中には黒き月を含む本体が追いついてくるはずです。でもきっとなんとかなりますよね、タクトさん。白き月が見えてきました。メインモニターに映像出します。よかった、白き月はまだ無事みたいですね。私たちを脱出させた後、ただ一人残られたシャトヤーン様は白き月をシールドで包み、外部から手が出せないようになさったんです。しかし黒き月のように白き月も兵器工場かもしれないわけだろう。そう考えると複雑な心境だな。ウシレットロ、あんなのと白き月を一緒にしないでください。そうですよ、そんなはずありませんってば。私はまだ信じてませんから。そうですね、では早速。白き月、応答願います。こちら衛星防衛艦隊機関エルシオール。白き月、応答願います。シャトヤーン様、シャトヤーン様、いらっしゃらないのですか。はい、変ですね。あるいはすでにエオニア軍に攻略されたのかもしれんな。そんなはずはありません。シャトヤン様の貼ったシールドがそう簡単に破られるわけが。心配ない、シャトヤン様も白き月も無事だ。シャトヤン様がお使いになったシールドとは、外部からの一切の干渉を無効にする方法だ。一種の封印と言ってもいいだろう。つまり攻撃であろうが通信であろうが、こちら側の干渉は白き月には届かない。逆もまた同じだ。エオニア軍がいくら攻撃しようと無駄なはず。何しろ水面に映った影を攻撃しているようなものなのだからな。ちょっと待て、外部との接触が一切断たれているというか、もしかして。封印を解除しない限り白き月に入ることはできん。私たちも解除の方法は知りません。そんなことシャトヤーン様からは一言も。案ずるな、私は脱出する直前シャトヤーン様から封印を解除する方法を授かった。
王子が封印を解く方法をご存知なんですか？そうだ、エオニアが私を追っていたのも私が皇族の生き残りだからという以外にその理由もあったのだ。では私は封印の解除をしに部屋に戻る。ついてまいれマイヤーズ。別に解除するところを見せるわけではない。少し話があるだけだ。不満なら来なくてもよいぞ。タクトよ、そなたなぜはっきりと言ってくれなかった？とぼけるでない。先日エンジェル隊の中に好いている者はいるかと尋ねたらはぐらかしたであろう。だがそなたには好きな者がいたようではないか。はっきり名前を言われなければ認めんつもりか？ならば言ってやろう。ミント・ブラマンシュのことだ。勘違いするな。責めているのではない。ただ一つ聞いておきたいだけだ。タクト、そなたの思いは確かなものなのか？世界の誰よりも大切に思っているのかと聞いているのだ。答えよタクト。そうか、よくぞ申した。では見事その者の心を射止めてみせよう。そなたの気持ちはよくわかった。伝えてくれたことを嬉しく思うぞタクト。それでは白き月の封印を解くことにしよう。すまんが席を外してくれ。そうだな、そなたには説明してもよいだろう。これはシャトヤーン様から伺った話だが、この封印を解く方法とは知っていれば誰にでも使えるというわけではないのだ。二つの条件があるそうだ。まずはそのものが女性であること。もう一つは月の聖母シャトヤーン様並みの修行を積んでいることだ。そうだ、白き月にいる間私はシャトヤーン様のもとで修行を積んでいた。そもそも月の聖母には誰もがなれるわけではない。ある資質が必要なのだそうだ。私にはその資質があったらしい。そのことにお気づきになられたシャトヤーン様が私を指導してくださったのだ。そして月の聖母だけが使える見技の一部をも教わった。さあそこまではわからんが、いずれにせよ次期皇后となる私が月の聖母になるわけにもいくまい。だが私が女であることも捨てたものではないな。こうしてシャトヤン様にご恩返しができるのだから。そうだな、シャトヤン様に再会できたら私は自分の出自についてお聞きしてみるつもりだ。今ならば
真実を受け入れられると思う。この旅を経験した今ならば。話が長くなったな。封印の解除を始めよう。これで封印は解けたはずだ。うん、私も行こう。シャトヤン様には真っ先にご挨拶したい。さっきの船全体が光ったのがそれなのか。一体何事かと思ったぞ。エルシオールには何ら問題ない。ともかく、もう一度連絡を取ってみるがいい。了解しました。白き月、応答願います。こちらエルシオール、応答願います。返事が来るかな。白き月より応答ありました。回線つなぎます。エルシオールの皆さん、よく無事に戻ってきてくれました。シャトヤン様、シャトヤン様、ご無事で何よりです。あなたたちも変わりないようですね。安心しました。ああ、驚いたな。タクト・マイヤーズ。それでは、あなたがルフト准将のおっしゃっていたふさわしきものなのですね。ここまでエルシオールとエンジェル隊を率いてよく戦ってくれました。あなたには感謝の言葉もありません。おい、タクト。お前、いつもと態度が違わなくねえか？シャトヤン様！シヴァ王子、よくぞご無事で。シャトヤン様こそ、ご無事で何よりです。遠く離れていても、いつもシャトヤン様の無事を祈っておりました。私もですよ、シヴァ王子。ともかく、白き月へお入りなさい。積もる話はそれからにいたしましょう。勝手に浮かれてろ。ココ、アルモ、入港準備だ。了解しました。クールダラス副司令。了解です。やっと帰ってこれたんだわ。何そわそわしてんのよ。あんたでも緊張することなんてあったのね。シャトヤン様は私などと違ってスタイルもよろしくていらっしゃいますから、男性が憧れるのも当然ですわよね。あら、そうでしたの？それは気がつきませんでしたわ。そなたたち、静かにせんか！なんだか
お話が弾んでいるようですね。お邪魔だったかしら。シャトヤン様、お会いしとうございました。芝王子、本当によく帰ってきてくれました。はい。なんだか母親に甘える子供みたいですね。エンジェル隊の皆さん、それにマイヤーズ司令、今まで芝王子をよく守ってくださいました。心からお礼を言います。いえ、タクトさんのお力があってこそです。正直最初はどうなるかと思いましたけどね。シャトヤン様もご無事で何よりです。ですが、私たちが戻ってきたのは再会を喜ぶためではありません。そうではないかと思っていました。まだエオニアとの戦いは終わっていないのですね。はい、我々はエオニア軍に勝つための方法を求めてここまで引き返してまいったのです。わかりました。お話を伺いましょう。そうでしたか。紋章機とエルシオールの隠された力が。その武器は白き月中心部の兵器工場らしき場所にあると見られています。ですが、本当に白き月にそんな場所があるのでしょうか。それと、できれば紋章機の秘められた力のことも教えていただけると嬉しいんですけど。わかりました。あなた方には真実を知る資格があるでしょう。紋章機の秘められた力とエルシオールの武器については私に心当たりがあります。そして白き月にあなた方のおっしゃるような場所があることも事実です。今からそこへ案内しましょう。エルシオールと紋章機も今からそこへ運ばせましょう。私についてきてください。広い。地表近くにある研究施設や工場とは比べ物にならないわ。エルシオールや紋章機ももう到着してるね。どこをどう通ってきたのやら。おい、タクト、これどうなってるんだ。宇宙港で整備をしていたらいきなりこんな場所に運ばれてきちまったぞ。ここは何なんだ。ここは月の巫女たちにも立ち入りを禁じていた場所、白き月の中心部です。そしてこの自動工場プラントこそが白き月の本質を表しています。そう、ここから全ては始まったのです。それをお話しするためには長い歴史の流れを紐解かなければなりません。今からおよそ600年前、クロノクエイクによってそれまでの文明が崩壊したことはご存知ですね。
その状況下でトランスバール本性に現れたこの白き月がロストテクノロジーの恵みをもたらし、文明の復興が始まったと聞いています。おそらく現在の広告の半島よりはるか彼方、気が遠くなるほどの長い距離を移動してきたものと考えられています。どうやって移動してきたのか、そもそもなぜ移動が始まったのかについては未だ謎に包まれています。いずれにせよ、トランスバール星系の人々は流れ着いた白き月を調査し、その中に眠るロストテクノロジーとその生産工場を発見しました。それがこの大きな工場なんですね。そうです、紋章機やエルシオールもここで発見されたものです。その後、白き月は人類に多くの恵みをもたらしました。失われた技術がよみがえり、人は再び星の海を渡り、豊かな文化を取り戻すことができたのです。そうやって今のトランスバール公国が発展していったんですよね。今となってはその答えを知る者はいません。確かに言えることは二つだけ。一つは、白き月を発見した人々がやがて自らの手でこの自動工場プラントを閉鎖したことです。それはロストテクノロジーを平和の維持と繁栄のために使う決断をしたことを意味します。このプラントが必要となる日は永久に来ないと思っていましたが、あのシャトヤン様、確かなことはもう一つあるとおっしゃいましたわよね。その確かなこととはまさか。ええ、あなたの考えている通りです。白き月と黒き月は対になる存在として作られたものに違いありません。やはりあの黒き月や紋章機に似た敵の機体を見た時からもしやとは思っていましたが、そんな白き月と黒き月が対になるものだなんて。二つの月がなぜ作られたのか、なぜこのトランスバール公国に姿を現したのか、それは私にもわかりません。ただ黒き月はこうしている今も白き月を追い求めている、そんな気がします。私には感じられるのです。それは激しい愛と憎しみとが入り混じった混沌にして一途な思い、そう、まるでエオニアが広告に対して抱いている思いそのもののように。今から5年、エオニアは広告を追われ辺境へと流されました。その理由は明らかにされていませんが、白き月のロストテクノロジーに異常なまでの関心を示したことも理由の一つなのではないかと引き及んでいます。そのエオニアが黒き月を率いて白き月を手に入れようとしている、あるいは今回の出来事はその時からすでに定められていたことなのかもしれません。
それだけは何としても避けないとね。黒き月を手に入れただけであれだけ極悪なことをしでかすようなやつだもの。ですがこうしている間には黒き月は着々とこちらに近づいてきています。これまでの観測結果によると明日の一蓋丸々前後と推測されます。気にしても始まらないわ。私たちだけでも派手にやっつけてやるわよ。私たちにできる最善のことをするのです。私もできる限りのことをさせてもらいます。まずは紋章機の本来の能力を最大限に引き出せるよう調整しましょう。そんなことできるんですか？さすがシャトヤン様。あの翼が生えた時の紋章機ならエオニア軍も目じゃないよ。そしてエルシオールにはクロノブレイクキャノンの搭載を行います。そうです、正確には発見された当時のエルシオールに搭載されていたものを元に戻すのですが、その力があまりにも強大すぎたからです。ロストテクノロジーは使い方を誤れば恐ろしい最悪を招きます。それはあなた方もその目で見てきたでしょう。当時の研究者はあまりに強大な力を不要と考え、クロノブレイクキャノンを外したのです。ちょうどこの工場プラントを閉鎖したようで、紋章機の能力に制限を設けたのも同じ理由です。本当に必要となる時までその力を使うことがないように。いいえ、そんな力など使う必要もない平和な未来が来ることを願って。分かっています。その思いを大切にしてください。あなた方がその思いを胸にして戦う限り、ロストテクノロジーは使い手の気持ちに応えてくれるでしょう。ではこれから自動工場プラントを起動します。作業は明日の朝には完了するでしょう。明日に備えてもうおやすみなさい。勝敗の行方はあなた方にかかっているのですか。シャトヤーン様、少しお時間をいただいてもよろしいでしょうか。何でしょう。あなた様にお聞きしたいことがあります。私のことについて。それと、このタクトマイヤーズも同席させてよいでしょうか。マイヤーズ司令王ですか。はい。私がシャトヤン様にお聞きしたいこと、それは、このものにも知る資格があります。タクト、来てくれるか。そなたには、ぜひ聞いてほしいのだ。私のすべてを。わかりました。では、場所を変えましょう。お二人とも、こちらへ。
ここならば誰かに聞かれる心配もありません。お話を伺いましょう。シャトヤン様、私がお聞きしたいのは私の出生にまつわる真実です。やはりそうでしたか。マイヤーズ司令もこのことを。このタクトには私が知る限りのことを打ち明けました。信頼のおける人物であることは私が保証します。ですからどうか真実をお聞かせください。シヴァ、あなたは良い人と巡り会えたようですね。え？マイヤーズ司令の目を見ればわかります。彼があなたの言葉をすべて信じてくださったということが。マイヤーズ司令、あなたは一人の人間としてシヴァと接してくださっている。それは私にとってもこの上ない喜びです。ありがとうございます。いや、タクト、私からも改めて礼を言わせてもらう。私がここまで来られたのはそなたのおかげだ。マイヤーズ司令と出会えた、そのことだけでもあなたを外の世界に送り出した甲斐がありました。シャトヤン様、それはどういう。今こそあなたにすべてお話ししましょう。ただそれは決して心地よい真実ではありません。知らなければよかったと後悔するかも。それでもいいですか。はい、どんなに辛い事実だろうと目をそらしたりはいたしません。本当にあなたは強くなりましたね。ではお話ししましょう。あなたの生い立ちの秘密を。はい、まずあなたが実は女の子なのに男子と偽って育てられたのは、あなたに月の聖母としての資質があったからです。月の聖母となれるのは特定の資質を持った女性のみです。そしてその資質を見分けるのは白き月、すなわち白き月が適格者を選び出すのです。はい、ちょうど紋章機とエンジェル隊のパイロットの関係のようなものだと思ってください。そして月の聖母となったものの生体データは白き月の重要なシステムの認証コードとして記録されます。あの自動工場のように一般には存在を明かしていないシステムは月の聖母となったものだけにしか管理できません。逆に言えば資質と一定の知識を兼ね備えているものは月の聖母本人でなくとも白き月をある程度コントロールできるのです。そうです、この事実が外部に漏れたらきっとシヴァの力を悪用しようとする者が現れるに違いありません。そう判断し、あなたの本当の性別は公には伏せられていたのです。しかし秘密はどこからか流れ出すもの。エオニアがシヴァを追っていた理由もおそらく
このことを知っていたからでしょう。私にそんな力が。そう言われてみれば、今まで皇族から月の聖母が選ばれたという話は聞いたことがありませんが。それは芝、あなたに月の聖母の資質があるのは、私の資質を受け継いでいるからです。え、それはどういう意味ですか？あなたの本当の母親はこの私です。シャトヤン様が私の。そうです。あなたは私とジェラール陛下の間に生まれた子です。11年前、ジェラール陛下はお戯れでこの私をお望みになったのです。私は陛下と一夜を共にし、そうして生まれたのがあなたです。そんなことって。だからといってどうして今まで隠しておられたのですか？ごめんなさい、シバ。今更謝られても。シバ、私は今までずっと耐えてきました。母の顔も知らないこと、父上であるジェラール陛下からも遠ざけられていること、誰からも忘れ去られ、ただ一人この白き月で生きてゆかねばならないのだと、そう思っていました。今回の反乱が起きてからは、女であることを一生隠し通して皇后のふりをしなくてはと決意してもいました。でも今はもう何もわからない。自分がただ父上の戯れで生まれた子だったなんて、本当に誰からも望まれていなかったなんて。私は一体どうしたらいいのですか？これでは何のために生きているのかさえ。いいえ、いいえ、シバ。あなたは誰からも望まれなかったわけではありません。決して。え？あなたをこの身に宿したとき、事情を知る誰もが産むことに反対しました。でも、私はどうしても産みたかった。自分のわがままを押し通したの。私に宿った小さな命、あなたをこの世に送り出してあげたかった。世界中の誰が反対しようと、私はあなたを望んだ。それだけは本当よ、シバ。シャトヤーン様。でも結局はあなたを苦しめるだけだった。許してとは言わないわ。すべては私のわがままのせいなのだから。いいえ、
くれた人がいる。あなたが産んでくださったから私は今ここにいる。それだけで私は生きていてよかったと心からそう思います。ありがとうございます、母上。今、母と。母上。シヴァ。私はずっとシャトヤン様を母のように思いお慕いしておりました。そのあなたが本当の母上だったなんて、これほど嬉しいことはありません。母と呼んでくれるのですか、この私を。はい、母上、母上、母上。シヴァ、私のシヴァ、私の可愛いただ一人の娘。ずっと夢見ていました。こうして母親にしがみついてそのぬくもりを感じたいと。私もよ、本当は一人の母としてあなたを抱きしめてあげたかったの。白き月を離れた時はもう二度と会えないのではないかと思ってとても悲しかった。私も、私もよ、あなたが無事でいてほしいとずっとそれだけを願っていたわ。今その願いは叶いました。この上私が望むことがあるとすれば、それはただ一つだけ。シヴァ、自由に生きなさい。あなたの思うように生きて、あなた自身の幸せを手に入れなさい。はい、はい、母上。タクト、私だ。入ってもよいか？いや、それはもう済んだ。母上と今後のことについて話し合ってきた。私はまだ幼い。外の世界もよく知らぬし、自らの生き方を決めるだけの知識も経験も足りぬ。だから少なくとも今しばらくはこの白き月にとどまろうと思う。もちろん今まで通りにはしない。必要があればその都度本性に出向くだろうし、世界のことをもっと広く知るつもりだ。そこでタクト、そなたに頼みたいことがある。いずれ私が今よりもっと成長したら、白き月を出る時が来るかもしれぬ。その時はタクトに力を貸してもらえると、その個人的には嬉しい。ダメだろうか。受けてくれるか。ありがとう、タクト。それでこそ私の大好きなタクトだ。知らなかったのか。私はそなたのことが好きだったんだぞ。
そんな顔をするな。そなたには私よりももっと大切なものがあるのだろう。うん、はっきり口に出したおかげで未練はなくなった。あとはそなたの番だぞ、タクト。そなたの思うようにことをなすがよい。それが私の望むことでもあるのだから。良い返事だ。これで私も安心できる。では私はそろそろ戻るとしよう。もう時間も遅いことだしな。タクト、明日の戦い、決して死んではならぬぞ。必ず勝て。母上と共に白き月からそなたたちの戦いを見守っているぞ。